はい、こんにちは、ヨネです。今日は、クレジットカードのクーポンが届いたので、それを使って、ちょっと興味のあるルアーを買ってみたので、開封してみようと思います。それでは、行ってみましょう。はい。まずはこれですね。エバーグリーンのディーゾンフライ。 1> 1 4分の1オンスこれちっちゃいスピナーベイト。これ僕初めて見たんで、D ゾーンっていうのは聞いたことありましたけど、フライっていうのは初めて聞いたんで、まあそうですね、チャーターベイトみたいな感覚で、まあキラキラさせて、いろいろ使いどころがあるかなと思って買ってみました。 置いといて。あとはワームですね。まずは、OSP の HP バグ1.5インチ。足がいっぱいついてる系のワームがちょっと使ってみたかったんで、これは買ってみました。はい。OSP のドライブシュリンプ4.8。赤いやつ。アメザリ。まあザリガニ。イメージ的に、あの、泥が多い場所が多い気がするんで、 まあ、アメリカザリガニはいるだろうと。で、このヒラヒラするテールっていうか、これがついてるやつ。これも、まあ、ワームいっぱい持ってるって言いましたけど、持ってない形だから買ってるっていう感じですね。次は、まあ、これも OSP。ドライブ SS ギル。このギル系って言われてる、この平べったい形の、 ワームも持ってないんでちょっと買ってみましたはいこちらエバーグリーンの C4 リーチ3.1こういうちっちゃい系のワームは意外といくつかまああるけどこのこの OSP の HP バーグもそうですけどこういうちっちゃい系のワームが意外と持ってないなぁと思って 昔はそのリグの種類も知らなかったし、まあな、あんまり今みたいにね、YouTube とかインターネットの情報とかがない時代だったので、どうやって使うんだろうなって思いつつも買ってたみたいな。でも、使いどころがわからなくて使ってないみたいな感じだったんで、ちょっとちっちゃい系のワームも今後やっていきたいなと思って買ってみました。で、この箱のラスト。 エバーグリーーンのヘッドシェイーカーこれもこういうテールがついてるやつですね。これはエバーグリーン名前かっこいいですよね <laughs> ヘッドシェイカーもかっこいい名前だなと思ったしジャックハンマーあれも名前がかっこいいなと思って買いましたけど今なかなかね買えないんですよねネットでは、まあ、お店にそんなちょこちょこ通う感じでもまだないんで。 まあお店も時短営業してますし、なので、まあそのうち、ジャックハンマーまた見っけたら買いたいと思いますけど、今回はヘッドシェイカー。名前でヘッドシェイカー買いました。こっち、チラ見えでしてる、あの、ケイリー山本のハートテールも名前で買ったようなもんですね。同じ系統ですよね。このシャットテールっていうんですかどれが っていうのはまあ僕は正直よくわからないんで名前ですね名前とあとはお値段これちょっと高いっすよねゲーリー山本はこれ値段書いてないけどじゃあ二つ目箱いきますじゃんデュオのバズベイト八分の3オンスこれはたまたまあのー バクチ,ョチャンネルであのデュオのバズベイトは遠くに飛ばすやつだっていうふうに聞いて、まあ、ここにこれはウォーターランドのバズベイトこれはゆっくり巻くやつだっていうことでまあ今までバズベイトあんまり使ったことなかったですけどそのタイミングシーズン時期 タイミングが、今バズベイトいいんじゃないっていうタイミングが今わかるじゃないですか。情報を自分で集めようと思えば。その時にちょっと使ってみたいなと思って。で、あの、スコーピオン DC もあることだし、ビューンと投げて巻いてきたら面白いかなと思って買ってみました。次も、ドン、デュオのレア,リレアリスポッパー64。 でこれ僕ここにまあちょっとルアー置いてありますけどポッパーいくつかあったんですけどポッパーも以前はあんまり使ったことなくてああそういう時期に使うんだっていうのを知って何種類かあるポッパーを何回か投げてみたんですけど結構まともに動かないやつがあって <laughs> これ。 これなんかそうなんですけど形がなんかこう断面が三角でまあそれなんかそれっぽいなみたいな雰囲気出てんなと思って投げてみたらあんまりポップ音もしないしスプラッシュも何て言うんですかね安定しないまばら出たり出なかったりみたいなまあロッドアクションも,もちろんありますけど扱いが難しいルアーって使いにくいじゃないですか正直。 簡単に扱えるルアーがやっぱり使いやすいと思うんでこれはどうかなっていう感じでディオのポッパーを一つ買ってみたのと色は緑チャートですねチャートの,そのトップウォーターがないかなと思って買ってみましたはいチャートチャートでいいっすよねやっぱねじゃん3つ目 バークレーのデックスクランクって言いましたっけこれも多分スーパーシャロー SSR って書いてありますね。の黒っぽいやつ。これ実際は紫なんですけど背中がちょっと紫っぽくて横が黒でお腹がオレンジと。これ僕これを買ったサイトでレアリスの歌舞伎 の SSR もあったんですけど、お気に入りに入れてあったんですけど僕が買うタイミングではもう売り切れちゃっててマットブラックっていうのがあったんですけどで似,たの似た感じのやつないかなと思ってこれを見つけて買ってみました本当はレアリスクランク歌舞伎 5050SSR のマットブラックが欲しかったですでこれ 2箱目のハードルアー最後デカピーナッツ 2SSR <laughs> これも <laughs> ええと思ってハートがついてます <laughs> でこれダイワのルアーってもしかしたら初めて買ったかもしれないまあ持ってるのはありますけど持ってるやつは自分で買ったのとか友達と交換したとかいろいろ入手経路が曖昧だったんで 大和といえばピーナッツでしょうと。で、しかも、ほぼトップウォーターですよね。たぶん。ペラもついてますしね。で、まあ、ハート柄は別にどっちでも良かったんですけど <laughs>、あの、黒いプラグが欲しいなっていう時期が今来てまして。で、まあ、こっちもスーパーシャロー、黒買いましたけど。水面専用って書いてますね。ブレードチューン。 フロントにブレードがあって、リアはダブルフックで、あの、プロペラがついてるやつ。これもちょっと使ってみたいなと思って。二箱目のソフトルアー部門。まずはこちら。ジャンジャッカルのシザーコーム。ローライト。霞。シラウオ。 僕、霞ヶ浦、本校ではやったことないと思うんですけど、まあ、白魚がいるフィールドかどうかは別として、白いワーム。まあ、こっちにハートテール、パールホワイトですけど、これは、あれですよね、沈める方ですもんね。こっちは、あの、ハートテールは巻くやつですもんね。これもフリーリーグとか、ダウン、ダウンショットはやんないかな。 テキサスとかかですかね普通,普,通のかん普通のリーグって言ったらあれかもしれないけど昔からあるリーグでも使えてまあ僕はあんまりいろんなリーグを使ったことがないですけどまあ僕が知ってるぐらいのリーグでも使えるかなと思って買ってみましたでこれラストドンデープスのブルーフラット3.8インチ これもあの平べったい系のやつですね。これはもう、しょうがないですよね。もう <laughs>、動画でよく見ちゃってるから、もうか、使ってみたいってなっちゃうじゃないですか。で、色がウォーターメロンにブルーフレークが入ってるやつ。まあ、これもワンパック使い切るまで使えば多分、リピートするでしょうし、 いつまでも使い終わらないでバッグの中に入ってたら、リピートはないんだろうし。まあそういう感じですね。まああんまり僕は、待つ、待つ釣りというか、ちょんちょんしてれば、シェイクしてるようなのはまあいいですけど、ステイ、ステイを長く取るような釣りは苦手っていうか、なので、 まあ、使い方が、そのワはもうそうやって使うんじゃないよっていう使い方をするかもしれませんけど、そこはまあ,あ、の僕の気分なんで、ご了承いただきたいですが。さあ、まあ大体あんまりね、意識的に偏らないように買いましたけど、やっぱり、名のあるメーカーというか、 通販自体が名のあるメーカーを多くやっぱり取り扱ってますからね。で,できるだけ本当だったらハードルワーをたくさん買いたかったんですけどちょっと使いどころがわからないなっていうのはさすがにいくらクーポンとはいえそのクーポン別に無料でもらってるわけじゃないんで生かしたいなと思って。 そうなるとやっぱり半々ぐらいになりましたかねそれでも123456712345まあワームは消耗品って考えればプラグはねロストしない限り使えると思うんでバランスよく変えたような気はします最近 OSP の動画をよく見てるんで まあ、あのワームすげえ釣れるなっていうふうには見てませんけど釣ってるのプロですからね <laughs> そのフィールドを知り尽くしたプロが釣ってる釣りは僕のフィールドでは多分参考にならないと思ってるんでその釣ってる時のイメージの仕方とかそういうのは参考にさせていただいてますけどあ,ああいう場所にはこれ投げればいいんだっていう参考には素直には してないのでそれでもやっぱりね「ヘイヘイヘイ」って言いたいですよね <laughs>。フィッシュも言いたいし「おったな」も言いたいし「はいオッケー」も言いたいですしね <laughs>。まあたくさん買えば釣れるっていうもんでもないですけどやっぱり釣れても釣れなくても楽しかった。 を目指してて僕はやっているのでまあ、今回はクーポンだし興味だけで買ってみましたっていうルアーの紹介でしたそれでは次回の動画もよろしくお願いします